ドームです。今回の動画はロボアドバイザーによる資産運用を始めてから9ヶ月後の報告となります。資産評価額モザイクかかってると思いますが、早速開けてみましょう。いかがでしょうか。感想は初めて下がりましたねです。円換算では前回よりもプラスになっています。これは為替のおかげです。ですが今まで何回も言ってきましたが、運用がうまくいっているかどうかはドル換算で見なきゃいけません。ドル換算では前回よりも下がってます。右側のグラフ、ちょっとね、前期間なので分かりづらいと思うので1ヶ月にしますね。人がフリーハンドで直線を、横の線を引いたっていうような感じの、よく見ないと浮き沈みがよくわからない線なんですが、前回の動画はここだね。こっから、今、円換算で見てますよ。プラス8520から、今回、96,83ですが、これをドルに変えると、ドルの方もね、フリーハンドで直線を引いたような感じなんですけれども、はい。前回は875ドルですと。ね。から、835.54 になってますと。で、ちなみに、この間で一番上だったのが、ここかな ?907.24。11月8日。なるほど。そうでしたか。あとないよね。900超えてるのはないよね。ないよね。ないよね。はい。なるほどね。そっか、下がっちゃったか。まあ、今回の下げは、そうですね。さらに右肩上がりで上がるための布石というか、小休止というか、ジャンプに例えると、今屈伸している状態であるというふうに思いたいですね。まさか下げトレンドじゃないですよねって思いたいです。で、この状態って、積み立てしてる人には有利なんですよね。右肩上がりで上がっていくのが前提で考えたときに、積み立てって、遅ければ遅いほど、だんだん買える枚数が減っていくじゃないですか。だけど、今回のように、まあ、前回よりも下がりましたとか、同じぐらいのところに、まあ、とどまってますとか、そういった時って、枚数減らさずに済むじゃないですか。だから、積み立てしてる人にとっては、今回の、まあ、下げは、とてもいいかなと。ただ、私の場合は、初めに一点ポーンと買って以来、積み立てはしないというふうにしてるんで、私にとっては、ただの時間つぶしでしかありません。ね。はぁ、やれやれ。じゃあ、ポートフォリオを見ていきましょうかね。はい。おお、全部プラスになりましたね。前回まで、米国債券が、マイナスになってましたが、プラスに転換しています。で、いつも言い忘れてますが、参考為替レートは、今回は 113.45 円ですと。はい。じゃあ、取引履歴見てみましょうか。はい。今回は少ないですね。ここからですね。手数料、11月1日手数料の992円と、11月8日、米国債券の242円の分配金。まあ、これは毎月恒例のことですね。いやー、でも、992円。あれ、だんだん高くなってねえかって。まあ、
まあ、しゃあないか。評価損益が上がってるから、手数料も上がるってことなんでしょうね。はい。これぐらいかな、ウェルスナビの方は。じゃあ、テオの方に行きましょうかね。テオも、円換算では上がってるのかな？で、ドル換算、ね、運用がうまくいってるかどうかのドル換算は、こっちは上がってるのか。そうなんだ。ウェルスナビは下がってたんだけど、前回はここなんですよ。これね こうやって、カーソルをね、持っていった時にね、いくらっていうふうに書いてくれないのが、ちょっとこのテオの画面では残念なんですけれども、ここの山と、ここの山じゃない、山じゃなくて、ここね。今回、やってるところね。を見ると、まあ、少し上がってるのかな。でも、ウェルスナビと同じように、前の日に天井というか、一応頂上かな、つけて、で、下がってるっていうのは、ウェルスナビと同じということですね。はい。それぐらいかな。で、言い忘れそうになりましたが、為替レートは113.63円です。はい。じゃあもう一回ジャパンの円を見せましょうか。まあ、こんな感じ。こんな感じですと。じゃあ、そっか、テオって何見せればいいんだっけって毎回迷うんだよね。まあいいや、ポートフォリオ見ようか。はい。眺めていきましょうか。ポートフォリオ、キャピタルゲインを、まあ、中心に考えているグロースですね。が、収益率9.11%ですと。で、インカムゲイン、配当を重視している商品の場合は3.11%ですと。で、インフレ。これはリスクヘッジの話かな。まあ、6.24%。で、何もしていない。余ったお金が4,942円。何か買えないのかね、これで。ねえ。まあいいや。今、テオに全部お任せモードでしたっけ やってるんでね。任せてるんだから、文句は言わない。はい、わかりました。って。で、細かく見ていくと、多すぎて、相変わらず多すぎてよくわかりませんが、そうそう、前も言ったけど、日本株ちょろっとじゃねえな、73,521円もあるんだね。買ってるんだね。あとは、金とか銀とか 農作物とかね、相変わらずもう見ててびっくりするものなんですけどね、こんなのも商品なんだって。農作物のことね。農作物の先物って商品、そんなのがあるんだね。あ、トウモロコシのことか。まあ、それだけじゃないのかもしれないけど、そっかそっか、それは聞いたことあるな。あ、ごめんなさい もう知ってる人にとっては何言ってんだって感じなんでしょうけど。じゃあ、資産運用方針。ここは変わんないのかな？ここを見ていけばいいのかなとかって思ってるんだけど。ね。54、33、13の割合ですと。はい。そうだね。前回もここ見てきたけど。あんまり変わんないんだっけ？ね。はい。いいです。じゃあ、米ドル円チャートを見ましょうかね。はい。前回は、ここら辺かな？ 112 円台の前半ぐらいなのかな？そっから、
円安になったんだけど、114円台まで行ったんだけど、今日ズドーンと落ちて112円台になりましたと。おー、なるほどね。そうですか。まあでも9月のね、ここ107円台に比べたら結構円安になりましたよね。いくら運用がうまくいってるかどうかはドルで見なきゃいけないって言っても、最終的に受け取るのは円ですからね。このまま円安でいってほしいなって思います。ただこれも私の場合はどんどん円安になってほしいですけれども、積み立てしている人っては円高の方が嬉しいんですよね。海外の金融商品買ってるわけだから。そうね、だから投資スタイルによってね、為替でさえね、意見が分かれてしまうというのがねまあしゃあないよね。じゃあまとめのためにウェルスナビの方行こうか。おう、ホームに行こうか。じゃあ最後のまとめ、まあまとめっていうほどの話ではないんですけれども、今円換算でグラフを見ていますが、ここかな、ここだね、ここら辺見てください。ここかな、プラス10万円越している日がありました。で、100万円投資して10年間で100万円を200万にしなさいという目標でやってます。なので1年間のノルマはプラス10万円です。それが見えてきたと。今回は残念ながら9万683円という報告になってしまいましたが、来月、再来月ぐらいに10万越したという報告ができればね、目標よりもペースが早いと、目標達成しましたと、ノルマ達成しましたと言っていいんじゃないでしょうか。あとはペンディング事項になっている終了条件についていやー、どうしよっかね。いやね、まあ、今回ね、こうやって、まあ、月に1回の動画を撮ってるから密に関わってますけれども、普段ね、ウェルスナビもテオもそんな見ないんですよ、関わってないんですよ。だって AI ロボアドバイザーにお任せですからね。だからね、その終了条件を決めるのも、なんだろう、後回しになっちゃうというかね、忘れちゃうというかねね、それでもまあね、あまり真剣に考えてないんだけれども、こんな感じでいいんじゃないかなっていうのが、そういう案がね一つあって、それは、半年に1回決めるんだけれども、資産評価額を見るんですよ、半年に1回ね。で、例えば、まあ、今回がその終了条件を決める月であるとした場合にね、ここの 835.54 ドルであるっていうのを見るんですよ。ここから次の終了条件決めるその半年後までの間に、この 835.54 ドルから半分に減ってしまった場合、終わり、もう逃げる。で、半年間半分に減らなかったら、その半年後にまたここの数値がね、このドルプラスいくらっていうのがいくつになってるか分かんないけれども、またそこの時に終了条件としてその時の半額が終了条件になるっていう風に、どん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 その資産評価額によって終了条件を更新していく、半年に一度更新していく、そんな感じでいいんじゃないかなーってね、って思ってます。で、今ね、ウェルスナビも、
テオもね、中途半端な時期じゃないですか。テオは3ヶ月か。で、ウエルスナビは9ヶ月だよね。だから、終了条件を決めるのは、ウェルスナビは、12ヶ月目から、じゃあ、12ヶ月の時から。で、テオは、6ヶ月。で、ちょうどね、ウェルスナビもね、テオもね、半年間の空き、ちょうど半年間なのよ。だから、ウェルスナビとテオの終了条件は、同時に決めることができるから、それまたいいよね、ってことでね。終了条件、そういう風にしようかなと思ってます。じゃあ今回は終わりにしましょうかね。ということで今回は以上です。バイバイ。